1956年刊行、ドイツ語版表紙アンジェリクは、アンゴロンによるフランスの小説。ルイ14世の愛称だったカジ人マリー・アンジェリクド、フォンタンジュに着想を得て、17世紀のフランスを舞台に、貴族の女性アンジェリクを主人公としたタイガロマン。1957年から執筆された初版と、2009年から作者自身により大幅に開講された完全版の2つがある。 文筆家だったアンゴロンは結婚を機にベルサイユ宮殿近くに住み物語のヒントを得る。かねてよりスカーレット・オハラのようなヒロインを描きたいという思いもあり、1957年より夫との協調としてアンジェリックシリーズを執筆。1985年まで全13巻の長編シリーズとなった。その後、フランス語版及び 各言語における定本として使われた英語版に著者の意図しない改変が多数加えられていたことが発覚し、アンゴロン自身の手によって大幅に開口。日本においては英語版も定本に井上和夫のわけで1971年より刊行開始。その後、1994年より講談者文庫化。各巻は上下に分割され、全26巻。また、 1977年から1979年にかけて木原敏恵が漫画家。木原の漫画を原作に宝塚歌劇団が複数回ミュージカル化している。完全版は復感 .com より現著であるフランス語版を定本として刊行されている。ただし、このことにより著名な歴史人物もフランス語読みで訳されていることが多い。例えば完全版3巻。 P82 のマリー・チューダーとは、イングランド女王、メアリー・一世を、同参官、P201 のドン・ジョアン・ジョセドート・トリッシュは、不安補正でアウストリアをそれぞれ指している。ポワトゥーに生まれた、三世男爵の霊女アンジェリクは、緑色の瞳を持つ快活な美少女だった。しかし、貧しい男爵家と領民を救うため、ラングドックの大貴族で裕福だが襲悪なジョフレド、 ペーラック伯爵との結婚を余儀なくされる。幼馴染みの森番ニコラに未練を残しつつ、新生活を始めたアンジェリクは、目もくらむような豪邸での優雅な暮らしの中で、ジョフレと愛を育む。やがて、ルイ14世とスペイン王女、マリア・テレサの結婚式に招かれたことをきっかけに、夫妻は巨大な陰謀に巻き込まれていくのだった。裸足の女公爵上裸足の女公爵中裸足の、 女公爵下ベルサイユの恋人上をベルサイユの恋人下金髪の女奴隷上金髪の女奴隷下革命の女女上革命の女下虹の彼方上虹の彼方下カタランクトリデの女神上カタランクトリデの女神下荒野の試練上アラノの試練下アカディアの魔女上アカディアの魔女丘暴略の影法師上暴略の影法師下合理のトケベック上 氷のとケベック中氷のとケベックした希望への、同情希望への道下新しき門出場、新しき門で、家天使たちの公爵夫人売られた花嫁王家の祝典、ノートルダムの死刑囚影と、光ベルサイユへの道カレーなる戦争。ありがとうございます。